はい、こんにちは、松岡です。今日は昔の造形部品である自動発生機というのを紹介していこうと思います。組み立て方はまずこのおもちゃのトミーって書いてあるご案内、これをここに入れますね。はい、入れた。で、そして屋根をこの上にカチッとやると、はい、完成でございます。はい、こちらの駅、昔のプラ人形、プラキッズじゃなくて、なんと人形が乗せられるような遊びになっております。多分レゴも対応してたのかな、覚えてないけど、まあそんな感じで遊びます。で、これ何がすごいかっていうと、ベルが鳴るし、自動で列車が発車します。つまり停車も発車も自動。はい、素晴らしい。ということで、ちょっとそのギミックをお見せしていきたいと思います。はい、まずはちょっと早めのプラレールを用意します。そしてまずはスタートでやっていくと通過していきます。はい、こんな感じでございますね。はい、続いてストップにします。ストップにすると発車ベルが鳴って自動で発車します。では行きます。はい、こんな感じですね。こちらのギミック、ここですね、ご案内のところも動くということで、カメラの位置を変えてもう一度撮影していきたいと思います。見てください、動いております。はい、ということで、こんな感じでね、割と面白いギミックなんですが、なかなかレイアウトには組みにくい造形部品でございます。はい、仕組みとしては、上の側にある丸い穴、これはくるくる回るという感じでございます。で、こちらもそうですね。こちら、これですね。これもくるくる回るような設定になっていて、で、それで自動で発車するという仕組みになっております。しかし、残念ながらこちら、高架駅にはできません。一応、伏線橋脚を使えばできるんだけども、ちょっとガタガタして、危ない感じがするので、僕はあんまりおすすめはしませんが、一応できます。あと、遅い電車を走らせると、なかなか発車しない。いくよ。はい。いや、あれだね。ということで、遅いプラレールにするとベルの音が下がるのと同時に発車までかなり時間がかかります。はーい、という感じでございますね。続いて、この駅の幅なんですが、3線分かな、線路的には。あー、ギリギリですね。ギリギリといった感じ。こちらも伏線幅には入らないので、伏線とかで使うのはなかなか難しい感じがします。ちなみになんですが、こちら2つつなげることもできるんですが、この間に溝ができちゃうので、車輪が浮くのか、車輪が浮いちゃうからあんまりよろしくないんですよね。ということで、なぜかこの単体でしか使えないというね、そういうところがあるんで、まあなかなか厳しいかなと思います。では最後にレイアウトを作って遊んでみたいと思います。ということで、こちら自動発車駅の紹介動画でございました。まあ、こういう造形部品も昔あったんだなと覚えておくぐらいで僕はいいと思います。なかなかかっこいい造形部品があったらまた紹介していきますので、今後もよろしくどうぞ。以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。サビのあたりで気づいたふりしては